1948年日本放送協会、第1回放送芸能祭左から畑中、藤原芳恵、三宅春江ベートーベン、フィデリオ第二幕、畑中良介2月12日から2012年5月24日は、日本の声楽家、音楽教育者、合唱指揮者、音楽評論家、作曲家、詩人、翻訳家、エッセイスト、日本芸術院会員、 日本の洋楽の発展に多大な功績を残した。福岡県文字市に朝のセメントのサラリーマンの父、勝次郎、ことと三元の師匠をしていた母筆の長男として生まれる。二つ上に姉がいる四人家族、旧姓文字中学校入学。中学時はラッパ個体に所属し、小太鼓を担当しており、 人前で歌ったこともなかったが、苦手の数学が受験科目にない進学先として、東京音楽学校を選び、消去法で、声楽科と書いたという、1940年文字中学校を卒業。沢崎貞之に指示し、一郎、後1941年東京音楽、学校本科声楽部に入学、宮廷歌手ヘルマンブーハープフェニッヒに指示。 ブーハーアップフェニッヒ解任後は、木下多津に指示。橋本国彦のクラスで作曲と、大位法を学んだ。1943年9月、東京音楽学校を戦中時のため繰り上げ卒業。同年招集され、姫路の陸軍中部54部隊に配属される。1945年陸軍一等兵として、上海で終戦を迎える。 上海翌流後1946年4月、復音し、復帰したブーハープフェニッヒに、再び指示して、東京音楽学校研究科修了。1947年毎日ホールにて、第1回、畑中良介独唱会で、リサイタルデビュー。リリックバリトンとして、その音楽的解釈力の深さと卓越した演技力で、デビュー当時より高い評価を受ける。 1948年、藤原歌劇団公演、モーツァルト、ドンファン、日本初演のマゼット役でオペラデビュー。以来オペラでは主にモーツァルト歌手として活躍、マテキ、フィガロの結婚などの数多くの日本初演に出演。中でもマテキのパパゲーノは100回以上演じている。ヒュッシュ、タリアビータッシナーリと共演するなど、 オペラ上演史に輝かしい足跡を残した。また歌曲では、ドイツ歌曲、日本歌曲に造形が深く、特に日本歌曲では、全国10段連続リサイタルを行い、その普及に多大な貢献をした。音楽教育にも力を注ぎ、弟子の多くの優れた声楽家が、日本は元よりヨーロッパでも、第一線の歌手として、オペラに歌曲に活躍している。 1948年東京音楽学校講師。1949年東京芸術大学講師。言葉を礎にした歌唱の大切さを唱え、ドイツと日本の歌曲を中心に体系的な演奏、指導を続けた。1958年東京芸術大学助教授。1969年から1983年。 東京芸術大学教授。1964年から1975年、国立音楽大学講師。2006年から2012年、東方音楽、大学客員教授。その他、公開講座、セミナー多数。数々の教則本の監修、解説を手掛け、声楽を学ぶ者の必読書となっている。また、日本名家訂正用50曲集。 イタリア歌曲集などの多数の歌曲集の編纂監修にも携わった。小中学校の音楽教科書、教師用指導書も執筆している。1952年に機き換え結成と同時に参加。創立メンバーとなる。1956年青の会主催。1969年東京室内歌劇場を設立。1971年日本演奏連盟理事。 1972年日本音楽コンクール委員。日記会においては、1954年に、ジャンカルロメノティ、アマールと夜の訪問者の役史を妻の畑中公よと手掛け、1956年に、リヒャルト・シュトラウス、バラの騎士日本書演における役史を、内掛け一と手掛けるなど、早々期から翻訳家としても活動し、新たな作品を日本に紹介して定着させる。 意欲的な取り組みを行っている。音楽評論は、歌手活動より早く1942年から始められており、舞台芸術全般への広範な教養にあふれた名文でも知られ、レコード芸術声楽表を1952年から2012年の60年の長きにわたり執筆。朝日新聞の音楽表も1965年から2009年まで担当した。 その他にも気候が多数あり、国立国会図書館デジタルコレクションだけでも約800件から2000年。畑中の著書にある戦時中の気候は収蔵されていない。また、2001年以降の気候や新聞の音楽表は含んでいないの気候が存在する。合唱の分野では、戦後に第二次東京厚生楽団を結成し、代表を務める。百五十二年に、 福永洋一郎と共に東京コラリアーズを設立。また、1960年に慶応義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団の専民指揮者に就任、2012年までの52年間にわたり指導を続け、畑中の訓等を受けた団員は約1000名に上る。また福永洋一郎政挙の後を引き取り1999年から、 藤沢男性が唱団の指揮者に就任。また、2006年に成居した北村京一の後、2008年まで神戸市混声合唱団の指揮者を務めている。その他、客演指揮多数。作曲家としては、10代から作曲を開始しており、東京音楽学校在学中には作曲と大位法を橋本国彦のクラスで受講。福音後、 作曲家と演奏家の提携活動、新生会に第2回から参加。1977年に全音楽部出版社から、畑中良介歌曲集が出版されている。詩作にも手を染め、詩集、超える影に、を出版している。畑中の詩は、歌曲のテキストとして幾人かの作曲家に用いられており、中田義直、四季の歌、三好明。 超える影にや大中音、四つの風刺的な歌が生まれている。1983年東京芸術大学名誉、教授、1985年史事法賞受賞、1990年、毎日芸術賞特別賞受賞、1991年、藤沢市民会館文化担当参与、1992年、 藤沢市芸術文化振興財団理事、同年水戸芸術館音楽部門芸術総監督、水戸市芸術文化振興財団理事、1993年初代、新国立劇場芸術監督、1994年君ん等、曲日中受賞受賞、同年全日本学生音楽コンクール下2院、1996年、静岡国際オペラコンクール審査員、 1997年モービル音楽賞受賞。1999年神奈川文化賞受賞。2000年文化、功労者。2006年恩師賞。日本芸術院賞受賞。2007年著書。オペラ歌手誕生物語で。第55回日本エッセイストクラブ賞受賞。2008年日本芸術院会員。同年マダムバタフライ国際コンクール院。長崎審査委員長。 他にも総学堂日本歌曲コンクール、後藤記念文化財団、三菱 UFJ 新宅芸術文化財団の審査員、選考委員、全日本合唱教育研究会会長、文部省の教育家庭審議会委員の重責を担ってきた。2012年5月24日、間質性肺炎のため死去、90歳没、没日付をもって、生4人に除せられるとともに、 朝日、重光明が追贈された。相川由美、池田美穂、岩崎由紀子、大川高子、大島陽子、岡崎博美、片岡恵子、亀山勝子、九玉蘭、久保田義江、黒川和子、小泉恵子、小浜岳美、小林茂子、坂井光子、瀬山栄子、蘇我栄子、立川悦子、玉川義江、茶谷弘子、富山静江、 長井淳子、中山幸恵、浜田千恵子、細谷美奈松本美和子、山城美智子、山本哲子、吉武優子、和田千佐、荒道子、大藤優子、鬼頭玲子、鬼吉子、桐生育子、小山由美、志村敏子、小友よめぐみ、長野よな子、中山真紀子、長富恵子、小抜岩夫、笠井幹夫、川瀬隆子、近藤康一、篠崎久子、 立川明、筒見厚し、長田峰男、中村健、服部と一、平尾岡、藤井広木、吉川隆弘、宇佐美慶一、大久保光也、小川祐二、小長剛、小栗樹一、幼い章、折江忠道、鎌田直住、北川淳、木村文夫、白間茂、栄吉俊行、谷口真、築地文夫、築地久三郎、萩野健二、砂川達彦。 中村よしはる、西よ和か林ご一、元ち、ひもとえいち、ひらのただひこ、ほりうちやそ、やなぎさ方数作曲編長、監修書出が早いもっとも多数存在するが、改訂版が存在するものは新しいもののみを記した発表作品のみを記した。畑中によると、歌曲は、約50曲、教材や同様、 効果など、約50曲、合唱曲が20曲、ピアノ曲が30曲、編曲多数といったところが僕の全作品であるという。ありがとうございます。